おふけ焼きとは、主として17世紀後半から18世紀にかけて、成功した海遊に長石を加えて、透明度を高めた上薬を施すとともにすり絵や、片打ちや、調布分などを用いた、陶器類の故障である。白泥サビエ染付大根分茶碗19世紀前期、江戸時代通常は、江戸時代の身の焼きに属するものを言う。ただし、 伝統的に、おふけと呼称されるものの中には、海洋と区別がつかないものもある。本来は、万治三年に、名古屋城内のおふけ丸で、そのような上薬を施した陶器が焼かれ、それを、おふけ焼きと呼んだのが由来であるが、そういった競技のおふけ焼きに似た調石を加えた、海洋を施し片打ちをしたりすり絵などをセブンした、焼き物一般にまで呼称として広がり、定着している。 長石を配合した海洋を施した陶器は、江戸時代初頭から、前半の元屋敷用、保金用、西安寺用でも焼かれていたが、本格的に普及したのは、17世紀後半であり、研究者によっては、このような江戸時代初頭から、前半のおふけ風の製品を、身の政治と呼ぶものの、大川東用や屋敷大用で、政治が焼かれており紛らわしいことから故障が、定着していない。 機械としては、皿や鉢などで、片打ちやすり絵を施したもの、向こう付け、丸腕などで、すり絵を施したもの、水差し、花瓶、香炉などが挙げられる。しばしば釉薬がたまる箇所は、ガラス質で透明な緑色に見えることがある。17世紀後半の皿は、態度が、紅白色の陶器質で3個の円錐ピンを用いて、焼いているため、見込み部分に、メコンが見られるが、 18世紀前半の皿は、態度が石器室で重ね焼き焼成をしているため、そのようなメコンは見られない。ありがとうございます。